またもう一度ここ、および収束入力変調級編、練習問題82、合格の目安193秒やったいと思います。という人も、しかし、最近では、年賀はがきの売り上げが髪が黄身になってしまったね。ハガキの、まい、ネガハギのまい、まい数が増え、ミスが多かったなと思いました。もう一度やってみたいと思います。というかミスしないで早くですね。でもそうです、後半に行けば行くほど焦ってしまうので、最初の方はすごいいいペースで行けるんですけども、後半の方になるとやっぱりミスしてしまうなと思いました。またやってみたいと思います。一度ここで聞いたいと思います。